この原発とエネルギーの問題について、質問をさせていただきたいと、そういうふうに思います。原発の再稼働について、これが問題によくなります。安倍総理はいつも安全が第一であると、そして世界一厳しい規制、これをちゃんとクリアして再稼働すると、こういうことを言っておられると思うんですが、安倍総理、それに間違いありませんか。安倍内閣総理大臣。今、委員がおっしゃった通りでありまして、原発については安全性が最優先であります。その安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ねまして、事故の教訓を踏まえた、世界で最も厳しい水準の新規制基準を満たさない限り、再稼働はいたしません。北川一成君。はい。現在、原発が全部止まっております。そして、この原発が止まっておりますために、今日もお話出ておりましたが、それによる燃料費というかね、これの輸入、これが、3兆6千億、増えておると。こういうことで、これは、日本の国の経済に還元されてこないと、こういうことであります。で、これは今、確実にですね、今後、この電気代の値上げに上がって、反映していくわけです。3兆6千億すべてが電気代に換算すると、大体電気料金、その原発事故前の 24% 上がると。こういうことが言われております。私が心配するのは、果たして、そういうことになったときに、本当に日本の経済が持つんだろうかという心配をしています。経済界が大変心配してるんです。特にものづくりなんやっておられる方々が、もう明確にこのまま電気代がこれ以上倍に上がったら絶対に日本ではものづくりできない、商売できないということをもう言っておられるんですよね。そういうことになりますと、これまた海外にどんどん流出する、これ雇用に響いてくるわけですね、当然ね。ですからいろんなケースを考えて、そして私先ほど申し上げたように、原発ゼロでずっと言ったら 24% マックス 24% って言いますけど、そうとは限らないですね。もっと燃料が、輸入燃料がもっと上がる可能性もあるわけですよね。ですからいろんなケースをシミュレーションを考えて、絶対にですね、日本の経済守る、ものづくり守る、その日本で、経費がかかりすぎるから、そういう理由で海外に出ていくということは絶対に、止めるというようなね、経済産業省としてはそういうようなことをしっかり考えなければいけないと思うんですね。それから次にですね、この日本の原発の技術の問題について、質問をさせていただきたいと思います。私はこの夏の間にですね、その原発の環境のところをいろいろ視察に行きました。六ヶ所村にも行きましたし、またそういう圧力釜を作っておられる企業にも訪問しましたし、浜岡原発にも行きました。その中で思ったことは、やはり日本の技術ってやっぱり素晴らしいですよ。で、六ヶ所村へ行きましたときに、私は六ヶ所村のイメージ非常に本当は悪かったんですが、実験して失敗ばっかりしとるとかね、そういう思いがあったんですけど、行った決してそうじゃない。特に、使用済み核燃料の処理について、ガラスの固形化の実験、これにはもう本当に完全に成功したと。あとは審査を受けて実用化すると、こういう段階に来ておるということを聞きました。フランスのアレバでやってるガラス固形化よりももっと大量に確実にできると、こういう話も聞きました。そしてそういう技術を今現在、一番たくさん見に来ておられるというかね、非常に見学者の多いのは中国から来ておられるという話も聞きました。ですからこれは安全に寄与するためならば、中国であろうと韓国であろうと、見に来ていただいて、どんどん使っていただいたら私はいいと思うんですけどもね。ちょっとこれ、見直していかないかん問題やなというような思いがしました。それから圧力釜を作っている企業行きましたら、その世界の圧力釜の 80% はもうそこでやっておると、こういう話も聞いてね。それは、最初はこの船の大砲の方針を作っとったようですね。
ですからそれを、まあそういう技術を生かして、圧力釜を作っておられるとこういう話を聞きましてね、これはやはりね日本の誇るべき技術だと思うんです。で、福島で、ああいう原発事故起こりましたけどね、不幸にして、しかしむしろそういうものも生かして、そして、それをしっかりとですね海外で安全なものを使ってもらうということが大事じゃないかと。私は脱原発ということがよく言われます。脱原発、しかしこれ今の状態で本当に脱原発になるんだろうかという思いがするんです。日本だけ脱原発になってもですね、中国あるいは、韓国そういうところはどんどん、原発が増えていくわけですよね。先般の新聞に昨日も出てましたけど、国立交渉のスモークですね、PM2.5 ですか、あれを見てももう大変な状態ですから、これ原発どんどん増えていく、そういうような状況じゃないかと思うんです。そんな中でやはり本当に日本の安全な優れた技術を使ってもらって安全な原発を作ってもらう、これが本当にこれから我々日本がやるべきことではないのかなというような思いがしてならないわけでございます。実は浜岡の原発を訪問したときに、私は見て本当に素晴らしいなと思ったのは、実はご存知の方もあろうかと思いますが、失敗の回廊というのがあるんです。これは浜岡原発でいろんな、今までにその、小さい事故からいろいろあったということで、それをですね全部展示してるんですね。その時の新聞記事からいろんなものを展示して、そしてその原発の従業員の方々、ですね、そういう人たちの教育に使っておられると、行って見せてくれて、行ったら見せてくれると思いますが、それを見てですね、本当によく整理されてるし、本当によくわかるし、素晴らしいなというように思いました。で、あれを見て思ったことは、福島ですね、の原発のこれから処理を進めていかないかんわけですよね。で、2020年にはオリンピックがあって、海外の方がどんどん来られる。今度のオリンピック誘致でもですね、この原発の問題というのが、非常に皆が、海外の方は引っかかったんだろうと思います。そういう中でね、私は福島の原発事故というものを隠してしまうんじゃなしに、海外から来られた人たち、海外の方々にですね、しっかりと開示をしてね、で、こういう事故であった、それをこういうように処理をして、今やこういうようになっていると、これこそ日本の技術の本当に素晴らしいところですよというものをしっかりと見せられるというね、そういう、失敗の回廊みたいなものをね、こういうふうに、そういうふうにできたら本当に素晴らしいのになというような思いがしました。その浜岡原発のそれを見てね、ぜひともそういうようなことも一つ考えていただきたい、そういうように思います。これは要望しておきます。リニア新幹線、夢の超特急これについて、これの建設について、質問をさせていただきたい、そういうように思います。先般JR 東海がですね、このリニア新幹線についての建設計画を発表しました。それによりますとですね、平成26年着工して29年に東京名古屋間を開通させると、こういうことであります。そしてその後第2期として47年に着工して57年に名古屋大阪を開通させると、こういうことであります。東京名古屋間と名古屋大阪間と実に18年の差があるわけでありましてね、18年間これ、この名古屋大阪が遅れると、こういう形になるわけです。これ基本的にはですね、 JR 東海の基本計画は、東京大阪の開通と、こういうことであったわけですけれども、それが今回発表されたものはそういう2期に分けてやられると、こういうことであります。私はこの2期に分けられるその理由というものがもう全くわからない、本当にわからないんですね。で、これを2期に分けなければいけない、なんで2期に分けるんだと、こういう思いがするわけです。